はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ今回もね、みんなの投稿を見ていくんですが、皆さんなんと見てください、こちら真夏のラリホン久しぶりの店プッシュということで、ギョリギョリさんがね、新しい店プッシュ投稿してました。どれぐらい前やろ、 2,3 ヶ月ぐらい前に、まあ、店プシリーズ最終回を終えて、寂しいなと思ってたんですが、帰ってきました。見ます。もうめちゃくちゃうまいんですよね。久しぶりにこの、どんなプレイが今回眠ってるんだろうっていう、ワクワク感をちょっと感じれて、すごい嬉しいけどさ、0% から 0% からルキナ即死コンボとかできるの？え、すごい。さあ、右から左まで運んでいって、おい、どうなってんだこれ。え、嘘だろ？ 100%？ マジで？0% から 100% までルキナ運べるコンボあったの。さあパックフラワー、こいつも一応 DLC です。はい。あの DLC ってあのね、そういう意識誰にも差異じゃないキャラクターランキング1位、パックフラワーさんなんてうまいんだ。うん、パックフラワーも強いですからね。うん、DLC 感はないですけど、なぜかね、ないんですけど、パックフラワーも結構面白いキャラだからね。さあすごいぞ、なんか読みレベルクソ上がってね、こんなに上手かった。いや、ちょっと失礼やけどさ、なんかさらにレベル上がってて、なんか別人のように感じるんやけど。あー、なんか出てきた、なんか出てきたぞ。うん、今盗んでるシーンあったか、シーンちょっと俺見てなかったからさ、盗んでるシーン、あのもう初めからあの技持ってるみたいな感じだったわ。おわー、もうオーバーキルやねんそれ。ガノンも帰ってこれやんね、今の空下シェンクとも。さあ上投げ空下コンボ、もうなんなんだこれ。なんかもう最近のクソ見せプレイ上手い人らは全員これ習得してんのな、あの大の上投げからの尽くしコンボっていう時代は上投げなんですね。うん、さあ和也、はい、踏みつけ？おっと、なんだこのルート？え？すげえルートだ。そして、魔人剣して、もう、こいつは死んでるぜ。パーセントを見てくれ、お前ら。何パー？ 185%! やりすぎだろ。空中前、それ、繋がる？おい、なんだこの店プレイ。ミュウツーってあんなんできたか。僕はできないと思います。あんなんできたんですね。さあ、おらら、あらら、やばい。あー、もう、空中前戦闘も変えてこれやんねん。そういうシーン多いな。オーバーキルにオーバーキルを重ねておりますが、さあ、空攻めておして。いいか？嘘？嘘でしょ？何？初めて見たわ。今のはガチ初見。うん。もうあのね、あのタイプの店プレイはないよ。エイガオン使った。すげえな。さあ、うおーっと、ウェビーフィニッシュ、ファルコのウェビーがね、あのバーストに役立った瞬間やな。まさかのね、全然バーストできるわけじゃないからな。そこのなんだ、読んでるよ、横見して、読んでるよ、全部読んじゃってる。さあドンキーでもね、 70% ぐらいからバーストするのが下投げ空母というね、最強コンボなんですが、いや、やっぱ腐ってもガノン使いって感じかな。うん、やっぱりガノン使いであるって感じやな。うん、ガノンの片手間にしてはプレイの質がやばいけど。リンク撃墜集2、切り札多め。さあ少し前に見た編集技術がやばい人、うん、なんかもうすごいもんこれ。パソコン使ってますよねっていう、アドビプレミアプロ使ってますよねっていう、おーおーおい、それ届くんだ。まあそういう特性の技なんやけど、いざああやって見るとすごい長いんだな。うん、で、あのスマブラ X とかもなんかあったよな、リンク。なんか、その判定バグみたいな。うん、終点の足から足まで最後のギルダが届くよみたいな。ちょっとこれ動画にしようかな、今度。懐かしく思えて。リンクはそういうちょっと真横にクソ判定長い技多いなと思っちゃったな、歴代含めて。すごい上手いんだよね、こうね、爆弾コンボが。爆弾が特に上手いっていうか、わぁ、もう。爆弾極めすぎて爆弾になっちゃってんだよな、この人ね。ちょっと何言うか分からんけど、そう、今回は爆弾も切り札も使っていくっていうね。かけるか、爆弾かける切り札。ああ、そうよな、爆弾コンボなんて絶対切り札つながっちゃうよね。いや、って思うと、もうこの爆弾コンボを極めた時点でさ、タイマンも強いし、その切り札があったり、そういうアイテムがあったりするルールも強いってことになるよね。あんなコンボできるんだから、うわあの、ガオガイびっくりだろ、今の。そんな、そっから上に入っちゃうと思わよな。さあ、いいぞ。いや、本当になんか、編集技術がすごいんだよね。うまい。さあ、バーストしないが、二度刺すと。さあ、おー、ガノンが、やめて、もうそれ、即死確定やねん。一回入った瞬間。さあ、ドンキーに何をしていくんだ？上にやったけど、おー、ちょっと、
すげえ保険作ったんだな今はな。今のすげえ、おわおわ、もう何が起こってんだよこれ、うん、この崖上がり方、なんか崖上がり方法ってさ、まあ、どのギャリーもあるじゃないですか、まあ、ガノンとかもさ空母上がりとか、まあ、そういうありますけど、やっぱこいつの爆弾の時上がりがなんか一番テクニック感すげえよなって思っちゃう。あなんかそんな気はした。うん、なんか今の後ろ投げで良かったんじゃないかっていうね、あのキングクルールさん、あーもうオーバーキルなんだってば、うん、パーセント見てくれお前ら 170% まで、あのまあ心配性なんかな、心配性 170% まで食べめんと死んでくれないかもしれんっていうね。うん、カズヤは今 50% ぐらいで死んだけどな。おー、あーなるほど、これは避けれねえだろ。うん、これは避けれやんな。うん、今の爆弾の駆け上がりキングダは絶対避けれやんわ。今の特にやべえな。いや、うまさあるとキングダも輝くね。真夏のお店プレイ、クソダサ撃墜シュート。さあ、どのレベルのクソダサか楽しみですけれども、さあ前投げしてどうなる上様。ああ、これはクソダサビギナーって感じやな。レベル1ダサ。ああ、いい今のシークダサいね。これはどうなん、今のはただのバースなんやけど、なんかまあもう握ってない感すごいもんな。あはは、今のダサいね。さあこれは、あはは、人中力やねんけど、サイコキネシス使ってましたよテリーさん。ああ、まあ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 、はい、ああ、寝てるんかちょっとダサいな。おタイムアップ、ちょ、あ、そうです、それはダセえ、あそれもわけわからんでしょ。さあプリン、プリンは大体やばそう。ああ、もうひっくり返っちゃってる。さあマリオ、クラウド、どっちもパーセント、マントずるいわ、マントで反転してのずるいわ、なんかもう悪空間反転に見えちゃうもん。いや、これはただのダサプレイ、うん、ダサプレイ、それはただのダサいプレイなのは。ちょ、クラウドか優勝。はい、というわけで今回もね、みんなの投稿を見ていきましたが、いや、久しぶりでしたね、ギョリグリさん。いやー、うん、また、いつでも帰ってきていいんだよってさ、まあ、昔の最終回の日の動画で言ったんですけど、帰ってきてくれました。僕の思いが届いたんかもしれませんね。ということで、やっぱりっていうか、なんか進化して帰ってきましたよね。うん。なんかレベルアップしようと思うもん。なんか俺、なんかさ、こんなに上手かったっけって脳内で思っとったよな。その、下手やったっていう意味じゃなくて、なんか、こんな、めちゃめちゃ、みたいな。わかる？なんか、いや、上手いのは知ってますが、こんなに上手かったみたいな。久しぶりっていうのもあるんかな、久しぶり見たからっていうのもあるかもしれん。あの時俺はマヒとったな。ギョリグリさんが週2ぐらいで投稿してくれてましたから、マヒとったんかもしれん。いや、久しぶり見たらやっぱりヤバさが伝わりました。はい。久しぶりに投稿パート2も待ってます。